皆さん、おはにちはのこんにちばはなのだ。リズムコミュニケーターでジャズドラマーの森部です。イエイ。私の体の特性、脳卒中による後遺症、右半身麻痺という体を最大限生かした片腕ドラミングの可能性について一緒に皆さんにシェアしてますけど、右半身麻痺というね、体のこれ特徴です。障害じゃないんですよね。健常な人もできないことをやってしまおうという、スーパーポジティブコンタスポコンで今回もやりたいと思いますけど、今回の、片腕ドラムのトピックはアクセントです。アクセントというのは強弱ですね。別にこれは片腕じゃなくても両腕でも一緒なんですけど、強弱、元の大きい小さい、ドラムの音の大きい小さい、大きく音を出すとき、小さく音を出すときっていうのは何でコントロールすると思います？その音の大きい小さい、ダイナミクスって言いますけど、そのダイナミクスをコントロールするのはどこから落とすかです。どの高さからね、どの高さから落とすか、私は高校の時は理系で、この理系のね、頭でできてるんですけど、物理が大好きで、この位置重力、MGH の法則っていうのがありまして、ご存知ですか？知らないですよね。 MGH、 M っていうのが、物質の質量です、H っていうのが重力加速度 9.8m/s、 H っていうのもその高さ、物質の持ってる力っていうのはその物質の重さと高さに比例する、低ければ低いほどエネルギー小さいし、高ければ高いほどそのエネルギー大きくなるということですね。 MGH の法則、それでドラムのダイナミクスのコントロールはされています。だから低いところから落とせば小さい音だし、高いところから落とせば大きいということです。僕の教室ではピアニシモ、一番小さいのは1センチ上から落としましょうね。ピアニシモ1センチ、その次のピアノ、弱くはその倍の2センチ、その次のちょっと弱くメゾピアノは2センチの倍の4センチ、メゾピアノ、その次のちょっと強くメゾフォルテは4の倍、8センチ、目安ですよ、メゾフォルテ、メゾフォルテの次はフォルテ、8センチの倍16センチ、フォルテ、その上のフォルテシモ、一番大きい一番強くというのは16の倍、32センチ、であと僕ら学生時代はビッグバンドで鍛えられましたので、フォルテシシモ、もしくはフォルテシシャモって言われましたけど、めちゃくちゃ大きくっていうのは、今度はフォルテシモが32センチでしたから、その倍の64センチ、フォルテシシャモ、というふうに1センチから2センチ、2センチから4センチ、4センチから8センチ、8センチから16センチ、16センチから32センチ、32センチから64センチ、というふうに倍倍倍2の事情、乗数で上がっていくというのが、ダイナミクスの一つの目安、でこの教室で教えてますね。まあいろんな伝え方があるとは思うんですけどね、はい、でアクセントのコントロールですけど、大きく分けたらもう4つです、大きいから大きいへ、ストロークの次のストロークに対する受け渡しが大事になります。大きい音を出して次の音も大きい時というのは、このフルストローク、大きいから大きいへ、まだ次の音も大きいですわけですから、フルストロークです。大きいから大きいへ。
の音も大きく出すために上に上がります。今度はダウンストローク、ストップ、ダウンストップという言い方をね、ここの教室ではしてますけど、ダウンさせて下で止める、これは音は大きいんだけど次の音を小さくしたい時、ね、こういうストロークです。そうすると次の音は小さくできます、ね、もう一回やります。大きいから小さいへのダウンストップ、せーの、次は小っちゃく、この小っちゃくから、あ、次のもうストロークです。3つ目、小っちゃくから小っちゃくはタップストロークと言います。これタップさせる、ね、携帯電話をスマホをタップする、ちょん、あれです、ね、携帯でスマホをバーンってやる人はいませんよね。優しくちょんちょん、これタップストローク、小っちゃいから小っちゃい、4つ目です。今度はちっちゃいから次の音を大きくしたいとき、これはアップストローク、せーの、音はちっちゃいんだけど上に上がります、下から上に、もう一回します、アップストローク。そうすると次の音は大きく出せますね。そうすると大きいと小さいで音は2種類としたときに、叩き方は4種類あるということになります、ね、一つが大きいから大きいへのフルストローク、大きいから小さいへのダウンストップ、小さいから小さいへのタップストローク、小さいから大きいへのアップストローク、この4つをメトロノームに合わせてやりたいと思います。四分音符でいきましょう、ね、だから大きい大きい小さい小さい、大きい大きい小さい小さいに対してストロークはフルダウンストップタップアップ、フルダウンストップタップアップということですね。やってみたいと思います。1And three, and four, and 大きい大きい小さい小さい、大きい大きい小さい小さい、フルダウンストップアップアップ、フルダウンストップアップアップ、 one and two and three and four and one and two and three and four, one and two and threeイエーイ、できました。次は8分音符でやってみましょう。 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4できました。次難しいですよ。16分音符と思うでしょ。3連符でやってみたいと思います。ワンティーター、ツーティーター、スリーティーター、フォーティーター、ワンティーター、ツーティーター、スリーティーター、フォーティーター、できたかな。ちょっと間違った、ね、さあ一番難しい16分音符。 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a、小さいボリュームのダイナミクスを自由にコントロールして
片腕ドラムでいろんなドラミングを楽しみましょう。片腕ドラミング、イエーイ。他の動画も楽しんでください。次の動画はね